数学問題。知ってる人は3秒で解ける正六角形。おまけ問題付きです。では始めましょう。一辺4センチの正六角形の面積を求めてください。では解説をします。3本の対角線を引くと6個の一辺4センチの正三角形に分かれ、正三角形1つ分の面積は右上の式で求まるため、本来の正六角形の面積は上のようになり、24√3平方センチメートルが正解となります。右上の公式が成り立つ理由を説明します。正三角形を半分に分けると三辺の比が2:1√3の直角三角形ができます。これにより正三角形の高さが2√3Aセンチとなるので、正三角形の面積は上のようになり、今回の公式が成り立つことがわかります。おまけ問題です。図の正三角形 ABC において BP=CQ の時、角 ARB の大きさを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。